位置について用意スタート。よし頑張れ。いけ。あ、もういい、もういい、俺うち1個ある。うちもう1個ある。手を繋いでくださいよ。足は使えない、手だけで運ぶ。手だけで、すごい。2人で4。オッケー、はいはいはい、ナイスナイスナイス。ブレブレブレ。そう、畑、そう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 。もう何がどうなってるかわからない。どこで何が行われているのか。はたいて、はたいて、はたいて。はたいて。すごいすごいすごい。すいません。うちすごい、うちすごい、うちすごい、うちすごい。なんで、なんで、なんで手を繋いで。なんで取られるの、それ。ボールは真ん中からなくなりました。なくなりましたね。うちすごいぞ、うちすごいぞ。え、さあ終了。ではちょっと一度数を数えてみましょう。はい、じゃあ応援団のお二人、数数えてください。 OK。 はい、真ん中。え、もう数えていいの？一緒に数えていきましょう。あ、アジさんも一緒に数えてください。真ん中にこれボール蹴ります？そうですね、真ん中に。はい、しましょう。じゃあまず一つ目のボール真ん中に戻してください。せーの、1、2、はい、2、2、2、前に投げろや。3、前に投げろ言ってんねん。4、前に投げろって。はよ、5、そうだ、いいわもう。なんてバレーなんすかね。はい、6、はい、7、8、9、10、まあまああるよ。11、まだまだあるよ。12、13、14、カジさん、14、メシノさん、全然ボール出さない。出して、はい、14決定。はい、15、16、17、これは少ないな。18、おい、ま、おい、回ってる回ってる、なんか回ってたぞ今。19、20、20、20、だぜ、20。はい、まだ、続いて、まだ、まだあれ、まだ、はい、21、はい、まだいるよ。22、あれ、ボール40個のはずやったんやけどな。次は、あて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 、次は、はい、ということで、ご覧いただいたように、まず最初の勝負、チームブラックの勝利です。さあ、それでは最後にもう一度挑戦します。ボールを真ん中に集めてください。さあ、これだいぶ追い上げてるんじゃない、チームブラック。見えてるよ、見えてるから、気をつけて。ゲンタ見えてる、気をつけて。あー、マオの大差でしたね。これ三浦、三浦これ。どこ、バレてない、バレてない。誰、福岡の人、福岡の人誰やねん。さあ、改めてルールをお伝えします。ペアの皆さん、ボールは一つのみです。ボールは一つのみ持って移動させて、改めてセンターサークルに行ってください。一つのみね、一つのみ、手を使ってのみです。足などは一切使わない。あれはさっき黒のチームがなんか服の中に入れてたんですけど、そういうのは今度は一切なしで、なしで、はい、ボールをペアで一つ運んでまた戻ってきてください。1回に3つも4つも運ばずに、ボールをペアで一つお願いします。ディフェンダーの皆さんは引き続き頑張ってください。千石さん、ディフェンス大事よ、ディフェンス大事よ。千石さん、というかちょっと迷ったんですけど、正直に言います、大事よ、ディフェンス。チームメル背中に隠し持ってます。公平、頼むよ、返してください。ジロー、頼むで、真ん中に返してください。誰や、音投げないのは。はい、ありがとうございます。では行きますよ。さあ、もうペアできてますね。
何か物言いがついてますね。行きましょう。あ、ボールがね、ボールがね、はいはいはい。なにそれ、そういうこと言うのやめてもらっていいですか。まだボールがあるんちゃうかと。まだボールがあるかどうかチェックしてくれ。チェック出てきたよ、ボールがなぜか出てきたよ、チームブルー。おー、その後ろにボール1個あるやないか、あれなや。そういう因縁つけるのやめてもらっていいですか。いや、ボールありましたよ、そこに。あ、さあ、それでは参りますよ。位置についてよー、スタート。スタート。いいか。どういうことや。ボール1個、ボール1個、ボール1個、ボール1個。蹴っちゃダメ、蹴っちゃダメ。さあ、持ってください。ボールは持ってください。ボールを持って運んでくださいよ。ボールを持ってください。ボールを持って運んでください。おーい、おーい、かけるのがないぞ。逃げろ、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 逃げろ。上村さん、上村さん、逃げろ、逃げろ、逃げろ、ペアはどこ行った。逃げろ、あ、ベスト、ベストが入ってる、ベストが入ってる、ベストが上がるぞ、ベストが。また逃げれるよ、ベスト上がるぞ。ドラゴンズ、もうむちゃくちゃで、取り寄った、ゲット上がるぞ。ベスト持ってった、あいつ。はい、ではもうここで終了しましょう。はい、終了です。正確は、はい、飯野がね、はい、あの選手陣としての本性を表しよった。盗みよったボール。十字固め決めてました。十字固め。あいつら悪いわ。もうどういう状況になってるのか、このステージから見ててもよくわからない状態に。飯野だ、飯野だ。プロレスやってます。はい。さあ、それでは一応ここでボールの数を数えさせていただきます。はい。じゃあ真ん中にボールを蹴ってもらって、はい、ルール無用の内容となってしまいましたが、数だけは数えます。ではまずいきますよ、蹴ってください。1 2 3 4 5。献身的に出してるな、ボールを。6 7 7 8 9。噛む子多いな。10 16 17。うわ、持っていったか。18 19。ということで、チームブルーの、はい、勝利です。僅差となりましたけれども、はい、2回目のレースはチームブルーの勝利となりました。藤原選手、藤原選手、今の感想どうぞ。藤原さん、最高です。藤原さん、違いますよ。ちょっと藤原さん、見てください、服の色見てください。藤原君、ブラックの色見てください。あっち君、間違ってます。向こうの選手間違ってますよ。間違えてました。何してるんですか、キャプテン。間違ってますよ。さあ、それではですね、両チーム選手の皆さん、ステージの方にお上がりください。はい、はい、え、おー、そう、これは違うでしょ。チームブルー195、チームブラック255ですか。イエーイ。ということで、見事勝利したのはチームブラックの皆さんです。これちょっと長す。最後は最後、運試し激酸っぱレモン、ご試食ください。さあ、誰や、誰だ、
セーフ。あれあれ3個中1個え、我慢するゲームちゃうよ。教えてや。我慢したらあかんでね。しんえなにしてんほん、ほん、ほん、ほんとになんであんた勝手に。いや、そんなことないはずなんだけどね。皆さん、酸っぱくなかったですか。3個中1個酸っぱいはずなんですけどね。え結構な数で酸っぱいはずなんだけど、みんな5人ぐらいみんな疲れてるんちゃう。酸っぱいの感じ、酸っぱいの感じやん。そうですね、ちょっとあの疲れすぎて味覚バカになってる人間が大丈夫。え1個っていうのは嘘で、はい、みんなの1個が酸っぱかった。だから5人ぐらいは酸っぱいリアクションになるはずだったんですけど、はい、食わんで奥のだけがなったってこと。はい、皆さんすごく美味しそうに食べてますよね。美味しそうに食べてる。ご褒美みたいな。なぜか結果的に罰ゲーム、チームブラック勝利したはずの奥野選手ということで大きな拍手お願いします。テレレテレテレレテレカルボナーリコショーをかけてますテレレレレレファイトリーだ。カルボナーラにコショーをかけてます。ちょっとかけてますけど、カルボナーラちょっと噛みましたけども、でも大体わかります。あの今日は皆さんに僕の声の活動限界を伝えたいと思います。ほうほうほう。松坂監督から皆様に向けてメッセージがございます。松坂監督、よろしくお願いいたします。はい、逆は大丈夫なんで。皆さん、あの、楽しんでいただけましたでしょうか。あの、本当にあの、我々もあのこういう機会をいただいて皆さんと触れ合う、まあ、あのなかなか、コロナの関係で限られた形でありますけども、時間をいただいて我々の思いも伝えることができましたし、皆さんの熱い、思いエネルギーもたくさんいただいて、これからの試合に生かしていきたいと思います。まあ、チームは非常に、厳しい状況ですけども、まあ、我々はこれから困難な状況を勇気を持って、乗り越えていきたいという覚悟でいます。そして目の前の試合に、全てをかけるという気持ちを持って、チャレンジしていきたいと思います。残りの4試合、皆さんの声援エネルギーもぜひお借りして、ぜひ、残留と目標を勝ち取りたいと思いますので、残りも皆さん一緒に戦ってください。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ただ大阪の残りの試合、目の前の試合に全てをかける、これをですね、掲げ熱く熱くサポーターの皆さんと共に一丸となって戦っていきます。本日は暑い中ではありますけれどもね、最後までお楽しみいただきました皆様、本当にありがとうございました。